さあ、じゃあ最後は小島子、どんなメンバー？小島子もだいぶね、サッカーね、見てありますから。そうですね。やっぱなかなかね、考えることもこうやってね、難しいなって思いながらしっかり考えさせていただいまあたん多でいすけからど、ね、選手、多いからすごい多いんですよフォーメーね。ションとかにもよるからね。かなりフォーメーいろシんョンな、は？フォーメーションは、442。442。442。まあ、代表大体ね、そういう感じですもんね。はい。ゴールキーパーいきます。はい。横山で横山。誰？どこ横のチー山。ム？横山。どこのチーム？待って、考えたい。横山。ちょっと平畑さんも知らないって、これ。A チームですよ。A チーム？ J1？ A 代表です。A 代表らしい。A 代表。横山さん。え、待って、昔監督ね、日本代表の監督でね、横山さんっていらっしゃいましたけど。あ、でも、監督です。監督？一応、選手兼監督の身である A チーム、A 代表の横山さん。そんな人いるんですか？はい。すごいね、そのね、選手兼監督、代表ででしょ。はい。すげえな。よく今までその選手話題になってないですよ、横山。確かに。で、次、じゃあセンターバックは？センターバックは、マコ。マコ？庄司？庄司じゃなくて、庄司じゃなくて、マヤとか、マヤとか、吉田マヤじゃない？庄司、マサコ、マサコみたいな感じでマコみたいな。マコかマヤ、マコかマヤじゃない？マコさん、マコさん、マコ、マコさんがセンターバック？漢字どういう字書くんだろう。マコと、マコと、マコとさん、マコとさんがいるかな。真実の真に子供の子って書いてマコ。すごいいい名前だけど。え、庄司じゃないよね。あ、違います、違います。マコ、マコ、マコさん、マコさん、マコさん、はい。え、もう一人、もう一人センターバック、センターバックは村山。村山さん、村山、村山、村山さん、ちょっと待って、村山さん、村山さん。やっぱこの二人は強い、強いの。センターバックなので、はい、結構体力があって、あと相性がやっぱ大事なので、やっぱり一緒にこうやってこういうねのいろいろ試合を引っ張ってきたっていう。高さも必要だよ、だって。大丈夫、ジャンプ力がある。あ、ジャンプ力でも大事かもね。ね、ほんと入れるんだよ、パンって。大丈夫です。あ、やるんだ、そういうのも。どっちかが休んだらどっちかが出るっていうのを今までやってきた2人が、まこと村山。休みも取れるの？まこと村山でやってきたんで大丈夫です。どこに乗ってんだろう、わかんない。では次はサイド、サイドバック。サイドバック、大事ですよ、サイドも。岡田。左が岡田さん。岡ちゃんって左のこのサイドバックの岡田さんやろ。え、岡田監督じゃないよね、もう。阪神の岡田。どういうことですか。いや、分からない、岡田さん。え、この人はなんで左なんですか、岡田さん。そうですね、足早いとかですか。あ、いや、っていうわけではないんですけど、やっぱり、はい、なんだろうな、この子は、やっぱこの人はすごく一つのことにしっかりこうやって取り組まれて、努力家っていうのがすごくあるんで。長友選手みたいな感じですかね。ヨガとかもしちゃう感じ。いや、わかんないです、これ。わかんないですけど。オーガニックライフでね。はい。そっか。ちょっとメモって。いやいや、一応はなんかちょっと勉強しよう思って。そうか、岡田さん。で、右サイドバックは山本。山本さん。山本。はい、山本だよ。で、山本シュートはいつも左ですもんね。そうですね。いや、その山本シュートではない。山本シュートではない。山本さやかって言うんですけど。あれ？さやか。山本さやか。さや。山本さやか聞いたことあるな。この方も A 代表です。A 代表。なんでなんで。常に A 代表で、多分この中ではトップ5には入るんじゃないかな。てか全体でトップ5に。え、そうやったらそのもっと前線の方がいいんじゃない？いや、違うんですよ。こうやってもう後ろから支えるタイプ。チームを。あ、じゃあアシストできる、ちゃんと。もちろんです。パス出す。パスを出す。パス出す。パス出す。パス出すんだ。どこにでも結構いける。結構オールマイティって。ああ。どこにでも。そうか。だからどっちかって言ったらその、ウッチーに近いじゃない？前にも行って、そうですね。手にも絡んで。しかもやるときやるんで。そうか。ルックスもいいんだ。ルックスバッチリ。じゃあウッチーもいいし。スタイルもいいです。アーハンとかも出ちゃう。全然出ます。アーハンとか出ちゃう。大事やもんね。大事大事。日本代表するもちろんです。日本を代表する
A 代表。すみません、うん、中盤はどうなってますか。中盤はですね、はい、まず一人目、うん、峯岸、うん、ボランチですか。はい、ボランチ。あれ峯岸さん、峯岸さんって言われると一人しか思いつかないんだな。峯岸坊主の選手ですか元。あ、そう、でも多分前はもともと坊主だった選手じゃないですか。今はだいぶでも伸びてきて、はい、でも合ってます、大正解です。そうだよね、はい、すごく頑張ってます。峯岸さん、僕わかんないですけど、峯岸さんってそこそこベテランの人じゃないですか。そうです、もうずっと昔から。そっか、ベテランだからこそ真ん中で11年。そうか、そうか、長いですよ、現役生活ね。そうか、あ、だからチームをまとめるから真ん中におるみたいな。はい、もちろんです。あ、そういうことか。ぐいぐい引っ張ります。で、そしてその新芽に、うん、指原。ああ、峯岸指原。あ、これ強いな。聞いたことない。なんか強いな。そこ強い。強い。ボランチ強い。ボランチ強いね。その二人いるだけでビビりますもんね。これ強いな。やるぞあのチームってなるんだ。うん、結構いろいろありましたけど、二人。いろいろ。ああ。いろいろありましたけど、やっぱり。スキャンダルボランチ？そうですね。やっぱりでも結局は支えてるっていう。結局支えてる。結局はやっぱりグループを超えてね、このチームを支えてくれてるっていう。いろいろあったこともちゃんとそれをプラスに変えてるもんね。もちろんです。力にね。その力があります。だから結局その移籍したりしたことが経験積んで、そうです。その人実績になっていってることね。はい、あ、一回移籍もしてたんですね。今博多で頑張ってます。移籍した。そうなんだ。博多か。博多にありますもんね。そうか、柿谷選手とかもそういう時期あったもんね。一回出て、はい、出て。環境を変えるっていうのは、ね、大事だから、ね。そうだそうだ。なるほどなるほど。で、そして大事な両サイド。両サイド、はい、はい、左に、うん、ジュリナ。ジュリナ。もうえブラジル人、ブラジル人が。え、久々の。誰いる。サントス以来とかね。日本の席にツーリオとか帰化したってこと。ジュリナさん、感じで感じで。うわ、いい、ドリブルうまそう。ジュリナ早そう。めっちゃ速そうだな。本当に速いです。とっても運動神経がいいです。運動神経がいい、はい、ジュリナいいな。帰化したんだ、ジュリナね。はいはい。もともとはあの名古屋のチームにいるんで。あ、ユース育ちで。はい、名古屋のユース育ちで。ジュリナ。へー。そうなんだ。そうなんや。へー。そっかそっか。はい。で、右サイドが？右サイドに、さくら。さくら？さくらさん。さくらさくらさん。さくらさくらさん。さくらさん。さくらね。はい。さくらはですね、はい、まあ、ジュリナとは対照的で運動神経の方はあまり良くないんですけど、やっぱり人を引きつける力がすごくあります、うん、あ、なるほど。ああ、まあ、相手がバッとこう寄ってきてためができるというか、はい、なかなか特徴的な走り方とかもあるんですけど、その間に間スペースで、はい、うん、そうだね、引きつけてフリーの選手に出して、だからジュリナがフリーになったりするんでしょうね。さくらでためて、そうです、そうです、で逆サイドに、ね、逆サイドチェンジしてジュリナがフリーになってて、はい、左から攻めるみたいな。一回だからそうか、指原と峯岸で繋いでジュリナを渡すって感じ。なるほど、なるほど。ああ、すごい分かってきた。だから、歌詞まで言う遠藤選手みたいなことじゃないですか。うん、そうですね。多分ね。ついてきたらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あとは前ですね。はい。あと二人か。うん、左側、いきます。うんうん、小宮山。小宮山さん。はい、小宮山。え、元ロッテの小宮山さん。違う。そっちの小宮山ではないですけど。え、何？小宮山誰？小宮山何？小宮山遥か。小宮山遥かさん。小宮山遥かっていう方。なんでこの方はね。小宮山遥かまだまだ若手の選手なんですけど。若いな。でもなんていう、なんというこのずる賢さっていうのをすごく。わ、でもフォワードには大事ですよ。大事大事大事。ずる賢さを持ってて、腹黒いっていうのをすごくもうチームメイトからもすごく言われてる。こう隠さないですか、もう表に。隠さないです。すごく腹が黒い。でも日本人っぽくなくていいっすね、そういう選手を、うん、でもじゃあ狙っていくのすごく点のために。そうですね。やっぱフォワードとしてすごい大事なことですね、要素じゃないですか、うん、ね、そういうのはわざとちょっとね、こう入れてみたりとかも、はい、多分 PK も取れる。全然シミュレーションできんの。全然すごいやん。演技派ですね。演技派、いいね、いいね、大事。ノーマルぐらい PK もらってほしいな、はいはい、うん、あと一人ですね。ラストいきます。はい、ゆきりん。ユキリン、ユキリン、急に中国人のユキリン、中国人のユキリン、ユキリン、ユキリンね、ユキリン、ユキテンリン、ユキリンさん、ユキリンさん、ユキリン、ユキリンさん、
中国の中国大から聞かされたか、はい、多分そうかな。ゆきりんさん、ゆきりんはでも今は新潟と東京でどっちも今頑張ってます。はい、移籍して、はい、中国から新潟に行ってんだ。で移籍ってですかね。ちょっとゆきりんさんはなんでこのフォワード、うん、ゆきりんはですね、はい、結構やっぱりもうほんとこの方もオールマイティな方で、でもやっぱいいとこはちゃんと全部自分で持っていくっていう。ああ、すごい大事。最後は決めるっていう、最後は私が行くよっていう感じを、まあ雰囲気では出さないけど、こうみんなもちゃんと察してあげてるっていう。あ、もうなんかどうして思わずこうパスも出してしまうような。はいはいはい、ゆきりんに任せればいけるだろうっていう。なるわ、頼もしい。あ、じゃあもうこぼれ玉とかもサンっていってくれる。もうサンといける。なるほど、そういうのいいね。でもそこまでズーズーしくなくて、うん、やっぱみんなが愛される感じ。あ、プロとして大事ですよ、やっぱり。そうですね、ファンから愛されるってすごい大事ですもん、うん、すごいな。がゆきりんです。知らない選手いっぱいいるわ。本当ですね。すごいですね、うん、これはでもまあそこそこ強い、うん、っていうか、これ何してんの、うん、小島さん何してんの。あれどうですか、どうですか、何してんのですか、これ。ゆきりん、じゃあゆきりんとかじゃないよ。え、まこは、まこ、まこ、まこじゃなくて、まこ、ジュリナ、これジュリナ、これおかしいだろスタッフ、これこっちは真剣じゃってんじゃん、これ。違うんですよ、違うんですよ、聞いてください。一番時間使ってんじゃん俺たちの会社。何これ、で何やったら一番おもろかったんや。ずるでも私一個も嘘ついてないのすごいんですよ。え、 A 代表、 A 代表の山、 あ、これこの横山さん、 A 代表監督兼選手、山さん、そう、監督やってはります。やってはります。あ、そうかそうか、 A 代表チーム A に所属しています、この方。うん、うん、違うんです、すごい、そういうことじゃないです。チーム A に所属していますとかじゃなくて、すごいふざけちゃってんだもん。いや、すごいですよ、違うんですよ、代表ですよ。そうなんです、ワールドカップに向けてって言ってんのにさ。でも私はこうやって皆さんほどそこまでまだ知識も浅いですし、うん、このワールドカップを戦える代表選手をこうやって組むのはまだ難しいので、うん、だから詳しいやっぱ AKB48 っていうマイホームで、まあね、ミュージックステーションのメンバーだよね、どっちかって言ったら、ね、そうですね、ワールドカップよりね。でもなんかさ、間違いないです。なんかそれとなしになんか雰囲気は掴んでましたよね、そのポジションに配置するなんですよ。タレントさんはみんなそれの感じ、うん、いいじゃん。ただ若干小宮山さんはディスってましたよね、腹黒いとかね、黒いとか結構言う。あ、小宮山さんね、小宮山、ね、うん、推薦されたんですよね、はい、私の前にいる方が、何ですか、前にいる方がいる、その前に、えらい腹黒いとか、えらい言われようやったで、うん、小宮山さん、うん、あのですね、 F ちゃん TV、 皆さん2週にわたってお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。すみません、本当に最後はねちょっといろいろありましたけど、ナユさんは今年初の F ちゃん TV、はい、どうでしたか。いや、安定の楽しさでした、やっぱり。よかった。ここでしかサッカーの楽しい子たち話す相手いないんですよ。本当にいつもいますけど友達やっぱいないんで。はい、寂しい、寂しい、本当に。だからこのやっぱ J リーグについてこんなに語れるってやっぱ楽しいことなんで、うん、もっと J リーグ盛り上げていきたいなと思います。ありがとうございます。では、はい、2人にも聞いてもいいですかね、感想を。もちろんですよ。はい、いや楽しかったね、やっぱこうやってなんか自分でメンバー決めるっていうのはやっぱサッカーファンの、ね、楽しみの一つだから。楽しかった、ね、まあ、ちょっと自分はなんか安牌なメンバー行き過ぎたかなっていう、平畑さんの方がすげー良かったんで。確かに、うん、いいなと思いましたけども、こういうのは楽しいね。ただなんか全部もう小島子の振りに使われたとしか思えない、それはもう悔しい。 AKB のベストイレブン決めてきてんだもん、これ。ずるいよやり方が、こんなのやられちゃったらもう、ね、長かったし、このインパクトしか残ってないもん、うん、いやでもだ、私はだから次はこうやって皆さんと張って、うん、この J で JAKB じゃなくて、うん、もう J でこうやって勝負できるようにお願いしますよ、勉強していきますので、はい、お願いします、ありがとうございます。、はい、では最後に平畑さん、はい、いやまあ楽しかったですね、よかったです。なんかこういうな、まあ、結局正解ないことなんで、なんかみんなでああでもないこうでもないっていうのって非常に楽しいじゃないですか。楽しい、うん、本当に楽しかったですし、あの、まあ、今日はね、あの選手は J1 の話もしましたけど、まあ、僕ジョイさんもその群馬の、ね、サポーターされていることで、はい、あのちょっと J2 の話もまた今度またしたいな。あ、いいですね、そうですね、聞きたい、面白いんですよ、 J2 は J2 でまた面白い、はい、ちょっとその話もぜひぜひまた今度したいな、やりたいですね、ありがとうございます、ありがとうございました。
では皆さん、今年も J リーグが始まりましたし、夏にはアンダーセブンティーンとアンダーツェンティーン、ツェンティー、ツェンティーね、ツェンティーンじゃない、ツェンティーみたいな、アンダーツェンティーワールドカップもありますので、うん、また皆さんと楽しくお伝えしていけたらなと思います、うん、それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。